っていう意味で、まず足腰の強い姿勢をとって相手に、まあ、何かをこう影響を与えるということで、まあ、とりあえず私なりに筋肉を使って押してますよね。まあ、ちょっともう姿勢も体重をかけたってやっぱり押田さんの方が体幹が強いんで、でこれをゆっくり普通に生活をするがごとく歩きますね。で行って、まあこんなもんですよね。触ってるのはこんなもんです。皮膚を触れる程度です。そう、皮膚を触れる程度です。うん、こんなもんで、こんなもんで、まあ、こんなもんですよね。へこみましたよ。大丈夫かな。で、今はただこうやって、ここをポンとこうやっておいてですね。で、ちょっといいですか、これでもう一回、そんな飛ばさないですよ。私、せーのでいきますから、いや、だから頑張ってください。あ、じゃあ、ここでダブルで、頑張ってていいですよ。もうね、100キロ以上でいきますよ。よいしょ。うん、こう、もうミシムシいってますよね。もうだって、このね。で、これを、さっき言ったように、ターン、ターン、ターン。こんな感じですよね。どうですかね。なんか、と思うよね。はいはい、こんなの、何をやって、いや、持ってください。感じた方がよろしいと思いますよ。こんな感じですね。はい、うん。その時に、例えば、ほんのちょっとここを持つというより、私からすると、まあ、先ほど言ったように、こんな感じですよね。うん、優しくなぜてあげるって。もう、触れてる程度。はい。触れてるか。ね、この感じですよね。こんな感じですね。あ、まあ、こんな感じですね。ああ。まあ、だから、発動っていうのはこういうことですね。うん、今、持ちましたよ、もちろん。持たないと、これだけだと、引っかかりがないんで滑るけど。はい。持ったけど、なんで最初はあんだけ力入れてても自分たちが入ってくる力として認識できるから、2人で押してんだから無理でしょと思うんですよ。無理だしょ、うん、無理だしょになっちゃう。無理でしょと思ってました、うん、はい、だけど私が歩っててふっとこうちょっとやった時には、はい、うん、あの要はその短いスパンで力が凝縮されるんで、あの起こりうる軌道から波が入ってくるのにもう間に合わないんですよ。そうですね、抵抗する時間はないですね、うん、だから起こりがないというか、だからやっぱりそういう状態をやっぱり作ってあげることが、その内向、内動物、内動って言ってるのは、私は内動で内の動くって書くわけですから、結局外が動く歩く、外が動く走る、外が動く縄跳びを取る、誰だって外が動くよね。だけど内動だって普段内臓でボン食べれば動いてるわけですよ。内臓はね、胃が働いてるとか腸が働く、でそれと同じような作用で、動かしてる時にはもう常に内動が潤滑している状態を作ってあげるわけですね。でそれがさっき言ったように何事もなかったところから一からブワッって出る、あの要は放水されるような状態を作ってあげる。でこれが、まあ、あの内臓武術の私が考えた、まあ、あのある程度の年齢を超えることですよね。筋肉で今まで頑張ってウエイトとかいろいろやってみたり、こう持ち上げてみたり、まあ一応若い頃は30代初頭はやってみましたけど、結局こういう、もう元からの体格を持ってる連中には全然かなわないんで、うん、だけど触ってる接点から何も感じなくて、相手からするとだから何っていう状態は本当に分かんないですからね。さっき言ったようにこれだって、ちょっといや飛ばさないですよ、これだってこうするのとこうするのとこうするのとみんな違いますよね、はい、うんうん、だからそれと同じように私からすると本当このぐらいがいいんですよ。はい、そうそうそう、笑っちゃうぐらいがいいんですよね。これをさあ行こうかっていうところはもう自然的に力入るんで、もうこの時点でちょっとグンとやってください。はい、私の方が押されるんですよね。結合しちゃうから、筋肉と筋肉が結合しちゃってるわけなんで。だけど塩田さん、どんなにこっちは弾き飛ばそうと思ってもこれって結合してないんですよね。はい、うん、そっちかに、うん、もっと言うとこれも結合してないんですよ。はい、うん、だからそういう本当触ってるか触らないかぐらいで、もうこの時点で、はい、ほらもうこの時点で少しね、はい、まあ、なんつうんだろう、こうヤスリでなんつうんだろう、こうヤスリでこうやってるようなイメージですね。はい、もうどうですか、もうこの時点でちょっと来てるんじゃないですかね。はい、ね、この時点で、ああ、ね、はい、そう浮きましたね今。やっぱりこれじゃダメなんでって、そこでさっき言ったこの引っ張った力をここにかけて、でこれは合気下げの時は肘から下げるんで、こういう状態で下がってるっていう
状態ですね。で、愛知上げの時はこういう状態で上がってるっていうことですねっていう。で、例えばですね、ここ私の手首にグッと思い切っても押し付けるよ。そしたらもうここは痛いぐらいで、うん、これが上がんないんですね。だけど物理的には姿勢を正せば、とりあえず肘を落とせばここまでは来ます。うん、でもこれだともう膝とかも入っちゃうから、まあ、これをどう思うか分かんないんだけど、これでとりあえず力が抜ける状態です。で、今度は下げる時も今度こう持ってますね。で、下げる時もこう下げたら私の力が反発しちゃうんで、合気下げのようにふっとこう下げます。まあ合気下げですね。こういう感じですね。うん、こういう感じです。で、これを起こさせて、こういうふうに起こさせてやるっていう。で、合気と下げと合気上げの連動がこの棒によっても、まあ練習できますっていうことなんですよね。で、ちょっとこれできますか、少し簡単にやり方で。先生、ウォーミングアップとしてちょっといいですか、開いていただいて。このギリギリのこの感覚を今度触って、これ崩れないでちょっと触ってください。これさっきの上げてみたい。そうそうする、どうこれる、あ、少し上げる、うん、そう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 、こうやってこう、ほら、あ、はい、くる。で、今度は下げて、先生下げてのままお願いします。今のこのセンターラインを崩さないで、そうそうそう、で、肘を僕の方に少し当てる、うん、それで指先からクッと、で、クッて、おお、ほらほらほら、うん、だから、ここが大切、うん、こっちですね、やってるの、うん、そうこうやったりしても、動きまだ動きっこないですよね、なんてこんなこと言って。で、それを、はい、作ってます、体を、姿勢を作っても、内臓をチャージしてますって言って、で、顎を引いた状態でこんな少しこう置きといて、うーんって、やればっていう。ただこれは、いや、この力があるだけじゃないのみたいなさ、受けた人は違うと思うんだよね。こういう風にやるんじゃなくて、崩すっていうことで指一本かかれば、今度は体でやってるんで、この時点でもうこう崩れてるんですよねっていう。うん、今ほんのちょっと崩れてますよね。崩れてます、うん、はい、で、そのこう、この姿勢が強い姿勢だからやってんじゃ効かないです。だから私は強い姿勢をとっていません。だけど手をピタッて触れてる状態でちゃんと体が復元して、それで、前回その合気上げ合気下げの時に説明したように、体を、私がそういう姿勢をとることによってそっち側にこう作用してるっていう、こういう作用を持ってってるね、うん、で、これをだんだんちょっとゆっくりすればこういう風になる。これは指一本でもこうなってる、ね、で、その状態をゆっくりさらにうなじを引っ張って股関節を緩めます。そうするとかなりね、うん、まあこういうような状態ですね。こういうこうではない、体幹で押す、強い姿勢で押す、はい、じゃなくて、触れるか触れないか、今2本でやりましたね。触れるか触れないかで、クッと自分の姿勢の作用をそちら側に伝えるっていう意味ですよね。だからこれはもう普段こう座って上げ手を持たれた姿勢が復元して、あ、さっき塩田さんが言ったように糸がない、だけどすんなり上がった。で、今度それを立った状態で上げて、で、今度は下げてって言って、で、今度強いものがかかったときに、さあ、行くぞ、行くぞじゃなくて、行くぞって言っちゃったね。かわいく行くぞなんて言っちゃった。行くぞじゃなくて、はい、何事もなかったように触れてるぐらい。それが、はい、内臓が、作用としてここに伝わってるっていうことなんで、はい、まあ、合気上げも合気下げも、そういった姿勢をやっていけば、皆さんもそういうような、はい、体の伝達に変わっていく。これが案外やってる内臓武術ですから、塩田さんもすごくそこを念頭にすれば、晩年の塩田五蔵先生なんか見てると小さくなるわけですから、動きが本当に裸で見ると小さくなる、はい、っていうのは、私もどん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 
若い時は大きく大きくブーンってこう使ってたのだんだん小さくもうほとんど動いてるか動いてないかぐらいにしてるっていう、やっぱこれは内臓物質だと思いますんでね、うん、視聴者見てる方、まあ、先生の動き早くて、うん、あの分かってるか分かんないですけども、ほんまただこう前にまっすぐに押したわけではないんですよ。あの一回僕の重心がだからこうなってたら後ろの足で止めれるはずなんですけども、止めれない位置に持っていかれてこう吹っ飛ばされたの で、まあ、その前の作用ってのがでも先生の本当に指のこう動きでこう持っていかれたんですよね。だから押してるわけじゃないですよ。こう押すっていうことはそんだけの質量がかかるから、あのその塩田さん側もじわじわかかってくる質量を後ろ足で頑張ったりとか耐えるっていう脳がすぐ切り替えますよね、うん、なんだつまり重たいバーベルを持った時にはもうここにスイッチ入ってクッと持ち上げられるんです。でもその耐えるっていう状態がこの状態ではまだ何もないわけですからね、うん、この状態ともう行くぞっていうんじゃもう全然明らかに脳にかかってくるその準備反応、うん、だから最終的には私は武術は全て脳だんですよね。で脳を鍛えるためには普段からあのそういったこう姿勢で自然の中でそういう相手とのキャッチして相手を受け取る飲み込むっていうその相手とのやり取りですね。合気道だと受けと取りがあるようにその相手のやり取りの時に相手をどれだけ感知できるかって、そこが一番練習のコアなところです。相手は技をかけて、ね、こう小手返しで飛ばすとかこうやって制御させるとかそういうだけじゃなくて、相手を何か知らないけどあの人にいると意のまんまにコントロールされちゃうんだよね。それは意識も取られてるから、そこにやっぱり持っていきたいですね。ぶつかってなんかこうねじったりやったり打ったりするんじゃなくて、さすっとこうなんか手当てっていうんだけど、手を当てるだけで相手にこうああなんともできないっていう、うんうん、それがやっぱり一番あの理想じゃないでしょうかね。まあそれをちょっと目指しながら、そのサンプルで私がさっき言ったぶつかるのと押したりする出力の出し方と触れてからそっち側に伝達するもの、内向武術、内動武術っていうのは触れてからそっち側に伝達するものなんで、うん、あの前回のそのね、あの一番最初に出させていただいた時も言ったようにやっぱりそのモーションっていうのはものすごく凝縮されてるんで、だから受けた方はさっき塩田さんが言ったように何か知らないけどその吹っ飛ばされる、うん、だからそういう状態をね作ってあげると今のこういう練習もかなり本当に面白くなると思うんですね。体を変える練習ですね。あの皆さんもそれをぜひ参考にしてみてください。